今回韓国で買ってきたものを紹介していきたいと思います。まずね、GoTo モールでたくさん服を買いました。まあ、大体お土産なんですけど、まずですね、この、裏起毛のセーターの上下ですね。これ黒なんですけど、刺繍みたいなのがついてて可愛いです。そして裏起毛になっていて、上下セットですね、セットで17,000ウォンになります。で、同じくグレーの上下セットです。これパープルユーとかね、ここちょっとね、ポコッとしてて可愛いやつになります。これも上下セットになります。これは、15,000ウォンでした。あとセーターなんですが、このセーターですね、これグレーのセーターなんですけど、とても分厚い、セーターです。これもお土産なんでちょっと出してないんですが、これは10,000ウォンでした。モノローブって言って、ミョンドンとかにもお店があるところなんですが、15,900ウォンでした。ピンクの、普通にピンクのセーターになります。これも分厚くて暖かそうなセーターになります。そして、このセーター、カーディガンですね、紫色なんですが、これは19,000ウォンでした。カーディガンなんですけど、上のボタンがちょっと色違ってて、そこは可愛いなと思いました。これもお土産です。あと一番高かったやつが、じゃん、これになります。見えますかね。これね、コートなんですけど、丸襟でこんな感じで、フェイクファーとはちょっとなんかそれよりはいい手触りなんですけど、こんな感じの、コートです。これは11万ウォンで買いました。すっごいあったかいです。裏はこんな感じです。はい、では次にトンデモンで買ったやつを紹介します。夜にね、ハロー APM っていうところに行ったんですが、いつも行くお店があって、そこで買いました。まずこのセーターですね、こんな感じでパールがついています。で、袖はこんな感じでね、こう縦に線が入ってます。で、袖の先にもこんな感じでパールがついてて、とても可愛いです。お値段37,000ウォンですね。で、まあ3枚買って安くしてもらったんですけど、あとこのピンクのセーターです。これも襟元にパールがついているのと、袖のところにパールがあるんですが、これはちょっとね、ここのところが開いてて可愛いです。はい、こんな感じです。これは38,000ウォンでした。それとこの、スカートですね、これ普通のグレーのスカートなんですけど、プリーツになってて、まあ、ここがゴムです。で、履きやすいかなと思いました。これは、29,000ウォンということで、3点買って、まあ負けてもらって73,000ウォンで買うことができました。ここのお店はすごく気に入ってて、よく行くお店になります。次にトンデモンで夜中に、これですね、マフラーなんですけど、ここがね、くっつくようになってて、こっち側とパカってくっつくんですよ。で、なんとこれはチンチラのマフラーになります。すっごいホワホワしてて、これは40,000ウォンでした。で、これはね、パンヒシモールですかね、毛皮のお店があるんですけど、それの6階のところで、買いました。で、またお店の方ね、トンデモンの、動画で紹介したいと思います。
そして、朝からね、靴卸売市場のシートに行ったんですけど、そこでこのブーツを買いました。ここがね、ちょうど分かれててね、合皮なんですけど、合皮とちょっとスエード調になった部分と分かれてて、デザインが変わってて可愛いなと思いました。ですね。これね、多分3万ウォンぐらいでした。2万8千とかだったと思います。後ろに。こんな感じでチャックがあります。ここね、試着もさせてもらえたので、買いました。で、あと、NPH に朝から行ったんですが、今回はカバン1個しか買わなかったんですけど、このカバンです。これも合皮なんですけど、中はこんな感じで、1個だけね、ここの内側にポケットが、チャック付きのポケットがついてます。肩掛けもできる、紐の長さで、ね、そこが気に入りました。なんとお値段1万2000ウォンです。1200円ぐらいですので、まあワンシーズン使ったらいいかっていう気持ちで買いました。可愛いです。ゴトモールで、あとこれも買いました。セーターで、セーターばっかり買ってるんですけど、ここがね、リボンになって出て可愛くて、で後ろもね、なんかこんな感じで可愛いです、はい、タートルみたいな感じですね。でここのところがちょっと袖のところ、肩のところがポワンとなっているやつになります。あと、これね、ニットスカートなんですけど、まあノーマルですね。ちょっと A ラインになってて、結構布が大きいですの、ベージュのスカートになります。あとこれも白のニットなんですけど、こんな感じで、この首元がね、可愛いですね。ボタンがあって、ここ四角でちょっと開いてるところが可愛いと思います。これは真っ白になります。はい、次に、ノースフェイスで買ったリュックになります。これはカンジャンシジャン構造市場って書いてカンジャンシジャンって言うんですけど、そこのところのノースフェイスのアウトレットみたいなのがあるんですけど、これで買いました。 A- ってなってて、なんかちょっとここがね、ここですよって印がついてるんですけど、ここの縫い合わせがちょっとうまくいってなくてみたいなやつですが、15万ウォンのやつが8万ウォンになっていたので買いました。あと免税で5000ウォン返ってきました。大きいリュックになります。これはね、頼まれたやつですね。で、まあ私は使わないんですけど、こういうのを買いました。でっかいリュックです。では、まあ細かいものですね。いろいろ買ったので紹介します。まず、100均から。いっぱい買いました。おなじみのこのグミです。1つ1000ウォンということで、これめちゃくちゃ美味しいからおすすめです。10袋ぐらい買ってきました。それとこの飴、これもね、前買って美味しかったんですけど、中にね、なんかこの果物の、液みたいなのが入ってるんですよ。美味しいです。なんか柑橘系の飴なので、ちょっと食べ過ぎたら口の中が荒れるんですけど、これは1500ウォンになります。あとこれね、2枚で1000ウォンということで、ボールとかの素材と一緒のやつのちっちゃいやつなんですけど、調味料とか混ぜたりするのに使えるかなと思って買いました。あとプーさん、これはお土産です。3000ウォンです。それとなんかお花の封筒、これカムサミダありがとうって書いてあるんですけど、8枚入って1000ウォンです。なんかこう渡す時とかに入れれるかなと思いました。あといつものたわし、これ2本でも売ってるんですけど、四角いのがいいかなと思って買いました。
あとこれも頼まれもんなんですが、なんか引っ掛けたりするときに使うプーさんのやつです。2つで1000ウォン。あとこれですね、これもプーさんなんですけど、この袋ですね、こんな柄とこんな柄です。はい、あと、メイクのブラシです。これあの眉毛描くときのやつね、ぼかすやつと上のハケみたいなのがセットになって5本入りになります。はい、次に、オリーブヤングで買った、お菓子になります。今回ねもう化粧品何も買ってなくて、オリーブヤングでたくさんお菓子を買いました。紫芋チップスとか普通のチップスとかなど、あとちょっと大きいやつなんですけど、これ、ハニーバターベーグルチップ。このベーグルチップめっちゃ美味しいんですよ。安くなってたので大袋をたくさん買いました。こっちはね、このガーリックバターチップスって言って、さっきのやつとちょっと味が違うやつになります。このね、あのさつまいものやつは3つで安くなってたので3つ買いました。あと大好きなダルゴナ、まあ、カルメ焼きですね。ダルゴナの食べ物になります。これ、あの、ナンデモンのところで買ったんですけど、ドライフルーツ。ドライというか、フリーズドライですかね。カサカサのやつです。これ、ピーチ。これは9000ウォン。イチゴ。これも9000ウォン。あと、カニ。これ1万ウォンですね。 250g 入っています。これね、あの全部ね試食できるんですが、カニ美味しかったから買いました。で買ったらね、なんかこんな感じでね、あのこれボンチャーリですかみたいなお土産をねいっぱいくれました。こういうやつとかね。はい、はい、そしてお菓子なんですが、これね、これでダイソーで買いました。はい、ガーナのチョコレートなんですけど、これも向こうで、ね、1箱開けて食べたんですけど、こういうやつで開けたら外がホワイトで、外があのダークなやつもありました。割ったらこんな感じでクッキーが入っています。うん、美味しいです。ブーブー。そしてこれもね、食べたことないんですけど、ビチョビ。ビスケット、チョコ、ビスケットっていう感じで、あのビスケットの間にチョコレートが入っているものになります。まあ、お土産にしようと思って買ってきました。で、中がね、ちょっと開けてみます。中のやつが個包装になってて、しかもそのやつが可愛いとか書いてあったんですよ。ね、おお、かわいい。ほら、こんな感じで、かわいい。個包装のこの入れ物、周りの包みが、かわいいです。あと、なんかこれ、これ100均で買い、ダイソーで買いました、100均で。って言っても、2000ウォンしますが、もうふわふわのなんか、なんとも言えない、キャラメルよりふわふわなキャンディーみたいなやつです。あとマスクショップの近く の, あの店でナンバーズインの3番のマスクですね、買いました。4枚で6600とか700とかだったと思います。マスクショップの方が、100ウォンぐらい高かったかな。それの向かいの店で買いました。アルムダウンミタム皮膚科っていうところが売ってるシミの化粧品なんですけど、これシミターンって言って、そこの皮膚科が開発してる化粧品になります。でなんかちょっと評判良かったので、これを買いました。12月末までやったら8万8000ウォンで売ってます。
で現金やったら8万ウォンでしたので現金で払いました。はい、それと、とんでもんでアクセサリーを買ったのを忘れてました。あの指輪2つだけ買ったんですけど、これシルバー925って書いてました。とこれ、これは何でできてるかよくわからないんですけど、かわいいですね。これ確か、400円ぐらいだと思います。4000ウォンと4500ウォンぐらいだったと思います。こんな感じで、ということで、今回、たくさん買い物をしたのをまとめてみました。お菓子をねいっぱい買ったので、これ一気に食べて太らないようにしないといけないなと思ってます。それぞれね、あのどんな感じの場所に行ったかっていうのはまた動画で上げたいと思いますので、また見てください。ではバイバーイ。